大野元博と日清ハウジングです、実はこの日清ハウジングのアパートやそれから不動産物件たくさんあります。あそこに見えるのが、日清ハウジングかな、あれがあのオレンジのやつですね。大野元博っていう、大野元博さんですね。埼玉県知事なんですけど、この人間と日清ハウジングの関係を証拠調べをかけようかと思っております。あとはあの、埼玉、信用組合と、それから中町っていうそのお隣さん の、 あの居酒屋ですね。居酒屋は私行ったことないんですが、ワンコインランチっていう500円のやつ、あれは利用したことあります。私があの、最高裁のその東本等を、埼玉の図書館まで、ゼストスパークで、行ったり来たりしておりました。その際の代理店が三井住友海上であったということで、その、まああのランデブーが未だに忘れられず私に張り付いていたのが、あいおい日生同和損保と三井住友海上 MS&AD の犯罪であるということです。その真向かいも日清ハウジングがどうやら買収したようです。私に、関係のない人間たちが保険金を受け取っていた。まずは笠原という女、その次が、近藤という女性ですかね。近藤という書記官がおりました。違法な、速度違反の一件を、私に対して、骨折まで負わせていた、詐欺です。埼玉県県警の、当時本部長だったのが上岡という女です。上岡は上田めぐみと、岡田秀明の合作名の、知事だということです。一応女性は多分あの、定期する際も、着任していると思います。同和犯罪です。あいおい日生同和損保は、実は鈴木外科医院っていうのがこの並びのこの奥にあるんですが、その際の院長が鈴木だったということです。今老人介護のホームをやってるそうです。